はようございます。今日は先ほど拝見した東京公演について語りたいと思います。この作品は立教ヌーベルバーグの青山真嗣監督の作品。青山真嗣といえば九州三部作の2作目ユリイカがものすごい衝撃を受けた作品だったんですけれど、まあ他の九州三部作1作目のヘルプレス、3作目のサットバケーションっていうのは特に感じるところがなく、ノワール映画をいっぱい撮ってるんですけど、チンピラ霊血、どれもそんなに感動することはなかったんですけど、まあたまにワイルドライフとか面白いものもあって、今回の東京公演はそんなに衝撃的な作品というわけでもなくて、ノワール映画というわけでもなく、普通に楽しめる作品でした。物語はとある歯医者が妻の浮気調査を公園で出会った青年に依頼すると、その青年は変わり者で、まあ大学生で写真をやってるんですけれど、まあ数年前に亡くなった親友の幽霊と同居してると、その親友の元恋人と仲が良くて、まあその他に、年の離れた姉がいるんですけど、これが義理の姉で彼女に対して恋愛感情を持っている。一方に夫婦のミステリアスな物語になって、もう一方に金銭交換を似合わせるラブストーリーがあって、二つの愛の物語の中に幽霊が絡んでいるっていう物語の構成には、思わず大林信彦監督の偉人たちとの夏を、連想させられるような内容でした。それではまたお会いしましょう。